高円寺トランポリン店主のトラです。トラの好きな人シリーズ三人目になりますが、結構念願で出ていただけることになりましたこの方です。はじめましてシンガーソングライターのシギです。シギに来てもらいました。ありがとう。ありがとう。とうもうシギはシンガーソングライターとしてもポッドキャスターとしてもね、うん。もポ,ッもねポッドキャスターって言うの？<laughs> 言うんじゃない。<laughs> えー、結構ストイックにやってるよそうです、ね、うぼちぼちやってますそうなんです、うん、僕とシギは、うん、えっとねそうあの実は僕はちゃんとした、はい、ちゃんと最初に話したタイミングを覚えてなくて私も <laughs> いやそうなんだ覚えてないでも多分どっかのライブハウスだよねあだと思う でもともと僕ドラはシギが一度メジャーデビューをして「余すことなく」というポッドキャストをやってる共通の友人の藤山根やまた別の共通の友人の藤本大輔というねそこら辺が友達がメジャーデビューしたからライブ誘ってくれて渋谷のオーイーストとかかなでメジャーデビューの頃に一緒にライブを見に行ったのが最初だと思う。 俺がライブを見たのがね。じゃあ、もう結構前だ。デビュー曲は、うん、あの藤原竜也主演の映画に。の主題歌になったとか、でわあってなって,て、その二人が。うん、あれ、そう。<laughs> かわいい。<laughs> そう。いや、でも。あまね、そのあまね君とか、より。うんうん あってますよねわれ。われそうね。こうしてね二人で話すから、初めてだから、ちょっとね、なんかちょっと不思議な感覚ちょっとなんかドキドキしちゃって。ドキドキそう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 。あでもね一回なんかね渋谷のあのスターヤの上のスタバみたいなところで一回だけなんか誰かが来る前に二人きりになって、あの時もちょっと緊張した覚えれそう。そんなのあった。あったあった。 それを経てね経って私のファンクラブのしぐみっていうのがありまして、うん、それが年に1回ぐらいしぐみオフィシャルのライブ、うん、しぐみ限定でやるんですけど、うんうん、毎回 <laughs> しつこいぐらいトランポリンを <laughs> <laughs> 使っていただいて使わせていただいてね結果僕もしぐみに入るっていう本当ありがとうございますええー、とんでもない。いつもいつも 2008年かなじゃあ明だったらデビュー曲照明2086年前怖い歳ぐらいいじゃなってことだよねそう見に行ってもなんか僕は普通にはめっちゃかっこいいねって言ってたらそのあまねと藤本大輔君がもうなんか呆然としててなんかすごいすごいとこに行ってしまったみたいな顔してそうでセカンドシングルがアニメの銀玉のエンディングに なってもうそうなんですそれでオリコンも結構ねいいところまで,です、ねうん、行ってわあすごいねってなって、うん、でもちょっとしたらもうメジャー離れてそうなんですよそこら辺からちょっと多分絡み出した気がする、うん、ああ<ー>そうだからスリーマンのなんかフライヤー撮ったりとかあ<ー>あそうそうだその今の3人と俺4人でカラオケ行って、うん シギの甘木声とか聞いて<え>、<laughs> そう当たった、<laughs> あった、あった。で俺、このこのカラオケなんかみんな割り勘って言ってるけど、俺が全額払った方がいいんじゃないかなとか思ったりしてて、<laughs> みんなミュージシャンでいい歌聞かせてもらって、そうそうそうそんな歴がありでも、うん、やっぱトランポリンがまあ8年前にオープンして、うん、たらシギからトランポリンで、8年前か、すごいね <laughs> そうそうそう。なんとか。 そうなんかファンクラブライブとかちょっとやらせてほしいってなってそっから結構絡むようになってって感じだねそうんそうそうなんかまたねあのいろいろこうちょっと距離が近づくきっかけみたいのはあったんでまあそれはまた後で話としてとりあえずあの今私たちビール飲んでるんですけどそうなんでございますじゃビール乾杯しますかイエイ乾杯あうまい 昨日あんなにに飲みすぎたの昨日ちょっとねいろいろね <laughs> い,ろい,ろい,ろいろいろあって、えーま、そうなのそうなんかさっきちょっと言ったんですけどシギーはねポッドキャストもやっててそうなんですよ、はい、あのなんだったらあの毎日投稿みたいなそうですねちょっと最近お休みもらってたんですけど、うん、また再開しましてしはいなんというポッドキャストでっっえっ、ー、と「パッション道場」という <laughs> いいよねあのアートワークめちゃめちゃ好きなんだけどう <laughs> <これ S 2> そう。 一人語りでね結構ねいろんなことにものを申すってねちょっと思ったことお話ししてるんでよかったら聞いてくださいね是非是概要に載せときますしあと主義一人ではそちらで二人でやってるポッドキャストもはいメンバーと二人でやってる「気を確かに」というタイトルがどっちもねなかなかそういうのやってます ててあの歌でも結構メッセージ性が強い歌が多くて僕それですごい好きなんですけど、うん、でも本当<し>ポッドキャストでも自分の言葉で本当に、うん、あのちょっと電車で痴漢に会った時の話とかもあ,、ね、あれも結構ちゃんと正面から向き合うっていう姿勢がちゃんと伝わってきてね。あうん、地下ににった後に、うん あ、もう収録だみたいなメンバーに電話して今からどうぞみたいな今私に起きたことをジャーナリズム選手みたいなすごいそうそんな結構真正面からポッドキャストをやっているシギだけどトライロインダスカイも聞いてくれてるもちろんですよなんかそうそうあの一緒にねやってるミエインダスカイがなんか私なんか しぎちゃんに何か気に入られてるんで、ね、不思議なのよねって言ってたから <laughs> あのじゃあ今度収録の時聞いときますよって言ったけど <laughs> そうでもね私なんとなく思うんだけどみえ、うん、さんは私のこと好きじゃないんじゃないかなってっあそんなことないと思うけどみえさんはマジで大好きですあもう喜びます前になんかライブやった時にちょっとだけお会いして。<laughs> 想像以上に、あの大きな方で、え、こんなに、しっかりしたか、そ, <laughs> <も>そ思って、なんか、声がね、めっちゃ好きなの。ああ<ー><と>、なるほど。声と、なんか喋ってる雰囲気が、うんうん、マジでなんか、お母さんみたいな。<laughs> <laughs> お母さん感、すごいと思って。よくぞ、よくぞ。うん そうなの。だからそう、うん、俺はみえさんとやったらちょっとバランスがいいかなと思って、うん、あ確かにそうですね包容力も含めてねみえさんがなんかちょっとお休みしたいかもみたいな回あったりとか、ね、あ,ありましたエピソード53でち53ちょっとペースダウンしたいかもみたいな, <laughs>、うん、なんかね それを聞いてて、うん、逆に私の母性が、すぐらだ <laughs> だってなんか普段、こうねお母さんっぽい感じで、うん、いや多分み恵さんってめちゃくちゃ空気読むというかいろいろ気にしてる、うん、人なんだろうなって放送を聞いてても思うから、うん、その回でなんかこう自分のね今までこう、お母さんっぽい 立ち位置だったのにそのみえさんがちょっと本心を話すっていうところがちょっと胸圧でグッ <laughs> <laughs> ときましたそれならよかったです配信ね載せようかやってるあれでもみえさんの方からかなこれは、うん、載せましょうみたいな感じになってもうありのままを いやーあれ、めちゃくちゃよかったあそう言ってもらえると載せてよかったです。うん、やっぱね人の本心をね本当の気持ちが知れる場所ってあんまりないからうん、うん、すごいね刺さりました。あ たぶん多分全然あのむしろ思い,思いたい <laughs> ちょっといつか <laughs> いつかねそういつかちょっとでもなんかそうペースダウンしたいからっていうのでこうやって僕一人でその対,対談形式でトラスキ始めて今度シギとやるんですよって言ったら「えっ私いないの?」って言ってくるの。じゃあ今度はぜひトラスカの方でもね。<laughs> トラスカ呼んでくださいトラスカ呼びますまずこちらが先で登竜門で。登竜門お願いします本日はそうなんか市議にちょっとこれねあの聞いてみたいあのプライベートでも聞いたことはなくてはいあのダメだったらカットするんで聞きたいんですけどやっぱそのメジャーデビューを一回したじゃないでまあ 結構大きいアニメのタイアップ「うんうん、銀玉」っていうアニメのタイアップついてしかもちゃんと結果が残って、うん、なんかそのでも「シギ輝いた」ってそれそのエンディングの歌が輝いたって歌なんで,で、ね、僕もすごい好きな歌なんですけど、うん、なんだろう僕最近樋口愛さんにはまってて樋<ー>口愛さんも最近「進撃の巨人」ってアニメの主題歌で「悪魔の子」っていうのをやってて、うん、でなんか、まあ、結果その曲で知名度が一気に上がって、うん、結果その「 そ,れその「悪魔の子」という歌に救われたし苦しめられたみたいなことを MC で言っていてでも結局そ本人の中でも,でもみんなに知ってもらったきっかけを作ったのその歌だし自分で作った歌だからもうその歌も込みで大事にしようみたいな話をそう MC でちゃんとしてくれる人なんだけどん,なんかシギはその輝いたのと輝いた今でも歌ってくれるじゃないですか。うん えーとね、作曲はプロデューサーの上田さんと2人で共作したっていう感じなんですけれどもでもね全然あのー、上田さんがトラック、うん、まあおですよねカラオケみたいな桶、うん、を作ってくれてそこに私が歌のメロディーを乗せて 2>、うん、で2人でここ修正しようって言って作ったみたいなうん、うん、メロディーはそういう感じでできたのでうん、うん、だから私が弾き語りで作ってないので。うんうん なんかこう今までのねあのデビューシングル証明とか、うん、なんかそういう今までのシーのテイストとは結構違ったんですよ、うんうん、やそうだよね多分だからなんかえー、大丈夫かなっていう気持ちは最初ちょっとあったんですけど、うん、でもその時にあの当時の私エピックっていう会社にいたんですけど、うん、エピックの,あの部長の方が言ってくれたのがすごい心に今も残ってて。うん その方が言ってくれたのは、死儀の声。死儀、うん、だったら、アイドルの歌を歌ったって、死儀になるんだよ、みたいな。<ー>だから、気にしなくていいって言ってくれて、<ー>それがすごいね、刺さって。ああ、いい話、うん。っていうのはありましたね。で、まあ、苦しめられるというよりも、 なんかね、結構あれもパッションすごいじゃないですか。あ、そうだね <laughs> 歌詞<が> <laughs> 強いだから当時の私って結構内省的で葛藤してるみたいな歌詞が多かったからあのスポコンを <laughs> <ー>自分で書きながら、うん、大丈夫かなっていう心配はあったの。あ、そうなんだ例えばさ 結構センシティブな人が聞いた時に、うん、苦しみから逃げるなっていう歌詞があるんですけど、うん、痛みの数だけ強くなるみたいな、うん、それを聞いた時に、まあ、まあセンシティブだったり状況が状況な人が聞いた時に、うん、そこにいない方がいいのに、まあ、ブラック企業とかね、うん、ここで頑張り続けなきゃいけないんだみたいな痛みの数だけ強くなるみたいに捉えちゃったらまずいかもみたいな、うん、そういう責任感みたいなのが。うんはいはい あったんですけどでもまあ結果蓋を開けたら、まあ、よくいただくのは受験の時にがすごく多くて、はいはい、受験の時に苦しみから逃げるな痛みの数だけ強くなっていところが救われたみたいなのがあったんで、うんうん、まあねなんか歌を歌うとやっぱ薬みたいなもんだなと思うんで作用と副作用みたいなのが必ずあるだろうなと思ってそこは自分が言葉を作る。 責任者としては、まあ、受け入れなきゃいけないなみたいな。には思ったりしますね。なるほど。これはカットしなくても大丈夫ですか。全然大丈夫ですよ。いや、なんか、改まって聞くことないので。<laughs> 確かに、私もあんま。最近聞かれないんで。新鮮でした <laughs>。なんかね、ファンクラブライブ、組織組というファンクラブのライブでも。輝いたわね。はい、あの、結構やってくれるじゃん。一時期、全然やんなかったんですけど。あそうなん。そうなん、ね。うん。 でその時もなんかシギ、うん、本人もこの歌になんか救われたところがあるみたいな話もしていてん,なんか聞いてて勝手に感慨深かったみたいな。ああ本当になんかねシギと結構最初に絡んだ時に、うん、多分まだまあメジャーいるやめるかやめないかくらいの時期で、うん、なんかそのこの人はもうその覚悟はついているのかなみたいなことを思った覚えがかすかにあって、うん、そうなんかねあのその その音楽を聴いてくれる大衆に合わせなきゃいけないみたいな、うん、そういう話をシギーがしてったんだよねそ、うん、そうそう一一前前にい <laughs> いやいや,いやい前でいいんですよであなんか本当この人はもうちゃんとその <laughs> なんかやっぱり一通りそのいろんなことがきっとメジャーってねあ僕も友達でメジャーデビューして、うん、まあ今はインディズでやってる友達も何人かいて。うん なんかそういう人の話をちょっと僕はやっぱメジャーの世界なんて知らないからなんか興味があって聞いてみるんだけどなんかその試技のそのかなんか覚悟みたいなのを当時感じてもともとってすごいなって思ったけどその最近の歌だと本当 詩の中にもほ、うんとドストレートな <laughs> あのメッセージが僕のイベント出てもらった時もお客さんからねもうちょっとあまりにストレートでちょっと当てられたけど、うん、でもでもすごい良かったみたいな <laughs> よく言われます <laughs> それをよかったそうそうそう,そうでポッドキャストもねその姿勢でやっていて、はい、でもそこなんやっぱ主義はねもともと んて言うのかなっていうの面白いさもあるから <laughs> なんかそこのバランス絶妙なバランスでちゃんとこう向き合ってそれこそ嬉しいうんあのーまあ、まあ僕はゲイ当事者ですけど LGBT のことに対してもなんかちゃんとなんか向き合って話してくれてるから、うん、もうそんな感じで <laughs> ありがとうございます <laughs>、はい、語っていただいて<っ> <laughs> <laughs> いや、そうなんですよ。なんか、じなんか、嬉しいですよ。最近はね。ねうん。そうで、なんかね、その。より主義と、うん、あの、ちょっと距離が近づくきっかけ。っていうのが、うん、あの。まあ、僕が。トラスカ、トラースでもやった。エピソード、五十四点五と。五十六でやった。アルコール依存症の回。を聞いてもらって。 だから分かっ僕はちょっと親しい人をアルコール依存症で亡くしたっていう話と、うんまあ、アルコール依存症の勉強をしだしたっていうのを結構ノートとかいろいろな媒体で書き出した時に市議から連絡くれて「寅さんってなんでそういうのしだしたの?」って言って事情を説明した時に、うん、そ市議も実はそういう経験があるという、うん、そう,そう私の場合は、まあ、あの結構ね近しいし知人がアルコール依存うん、うん で、うん、まあかなり柔道な、うん、なんか進んでた時とかも見てて、うん、まあ結構ねそこでてんやわんやしていた時にトラさんのやつを見かけて、うんうん、おいトラどうしたみたいな <laughs> <laughs> おいトラお前もかみたいな <laughs> <laughs> <そう> <laughs> まさかの境遇が <laughs> ね、うん、だからこの間のそれでポッドキャストトラさんのを聞いて、うん いやめっちゃわかるわーと思ってうーんなんかねまあ、この間した話は、うん、とちょっと違う話をした方が番組的にもいいかなと思って私が結構それで考えたこととかね話するとあのー「教依存」うん、について寅、うん、さんもさその知人の方に何かこうイネイブラーだっけうん、うん 結構よかれと思ったことがみたいなのが、うん、私もやっぱそれあるあるでめちゃくちゃ。ねうん、でとにかくね私はめちゃくちゃ奔走しまくったんですよ。その知人にはお子さんもいて、うん、だから大人だけだったらまだしも子供も結構巻き込まれてた状況だったんで,、うん、で子供もかなり小さかったからこれはちょっとほっとけんなと思って。 もう、NPO とか探して、うん、もう、いろんな NPO にとりあえず相談しまくったり、うん、あと市役所に電話したり、うん、あとまあちょっとね本人からするとあの、申し訳ないからっていう感じなんですけれども子どものことを考えて児童相談所に連絡したりしていたんですよ。でその時になんかこうどうしたらこの人がなんかこうお酒をねた、うん、って。 この人ららしく生きられるんだろうかっていうのをめちゃくちゃいろんなパターンで考えて、うん、なんかこうやろうとしたりしていたんだけれども、うん、一個この強依存に陥ってるなっていうのを、うん、なんか自分で分かったきっかけがあってそれがね NPO の人に相談した時に返事が返ってきて、うん、その時の一言で、うん、があって、うん、それが。 あなたたた。はどうしたいんですかって言われたああ、なるほどね。うん、で「うん、はっ?」て思って、うん、で私その相談のやつを見ると、うん、全部そのアルコール依存者のことばっかり書いてた、うん、あの人がこれでこうなって、うん、あの人の家庭がこうなってるんですみたいな。はは、うん、はいはい、はい。でそこに私がいなかったわけよ。なるほどはいはいそっか。で「共依存」っていうのは。 やっぱり支えられる人と、うん、支える人で成り立ってるわけ、うん、でなんかこう私の身近その知人の家族も、うん、あのお酒を飲んで、うん、やっぱ運転してお酒を買いに行っちゃって、うん、それで事故ったりしたの。うん、で事故ったりした時のお金を、うん、その人の親が。うん

ネタにもなるじゃん。<laughs> そんなとこにも行ってたよ <laughs> みたいなだからそうした方がいいじゃんって話してたんだけど、うん、結局親からするとかわいそうだからっていうので、うん、お金を渡しちゃって、うん、まあそれでそのままずるずると飲み続けて、うん、まあ結局ねその方は本当に死の手前まで行ってでもうあのあれですよ なくなりそうになった時に、どうしますかと。うん、救命措置をしますかしませんかあ,あ,あもうそこまで、うん。で、亡くなった後のことも考えといてくださいって言われるぐらいまで行って、うんうん、それがきっかけで、まあおそらくですけど、うん、その方はそこから飲んでないですね。あ,あ本当にもう自分でちょっと危機感じて。うん、本当に死ぬわ、みたいに思ったのかもしれないけど。 まあ,でもそれでまあねいろんなねなんか酒をの飲んじゃうか飲んじゃわないかとかあと依存って窃盗とかもあるじゃないですか万引きしちゃうとか、うん、あれでこの間本で読んでて印象的だったのが「うん、窃盗する人は盗む理由がある」って書いてあったいなるほどと思ってだからアルコールも酒を飲む理由があると、うん、それは何かっていうと その人が持ってるなんか乗り越えなきゃいけないけど、うん、乗り越えるにはしんどすぎるつら、うん、すぎる痛みとか傷とか課題の部分そこを見ないことには、うん、なんかこうただの手段じゃないアルコールもさそうだね、うん、だ本当の問題ってやっぱ本人の中の傷とか苦しみにあって、うん、やっぱそこの本質的な部分を 向き合ううというか、本人が乗り越える力を発揮するできるように周りが何かできることがあったのかなとか思ったりまあそこもねでもやっぱ寅さんもそうだろうけどつまずいてさ転んじゃった時にさ、うん、周りにいる人からしたらさ いろんなななことししたたくなっちゃうし、うん、怪我してたらさ、うん、なんかそを張ったり立たせたり歩けるとか言ったりそれが行き過ぎだよみたいなさうん、うん、<laughs> そんなのってさ分かんないじゃんその時は。いや、分かんないよね。なんかだから勉強しだした時もそういう事例とかでうん、うん、まあ、例えばお酒で、まあ、窓割っちゃいましたでうん、うん、起き 起きた時に本人にその割ったその割ったなんか処理を他の人がせず本人にさせるみたいなのを出てくるんだけど、うん、これいざ向き合った時にそんな何もせずで耐えれるかがわからないと思って,て、うんうん、そうなんですよねそうなんかな,なんだったらもう他者他人からしたらえなんかやってあげないの冷たくないみたいな、うん、いうことを まだイネ,、まあ、イネーブリングっていうのが、まあ、アルコール依存症者が飲み続けることを可能にする周囲の行動なので、まあ結果的にその本人のためにやっていると思っていたことが後で調べたら、実は,ね、実はそれは逆効果だったんですよって言われると、おおってな。<ねー> <laughs> <laughs> おおってな。な <laughs> そうだからまあね、その、 まあ市議の場合と僕の場合も多分違うと思うし、まあ距離、うん、実際距離が近ければ近いほど、うん、その本人に対する苛立ちとか、うん、きっとなんか、なんで、<や>なんで,で、ね、みたいなのがあるから、うん、ただまあそういう経験を経てできることがなんだろうな、で僕はとりあえずその、やっぱ、うん 自分がお酒提供してるね、まあ今もビール飲みながらこの配信してるんですけど、<laughs> そうなんですよ、<laughs> 本当に、そうなんか、そういう、まあ、お酒出す人が一応、こういうことを知識はつけてるぞっていうことで、なんか意味を持たせれないかなと思って、でもあの回配信したら、結構それはね、言ってくれる人が多くて <laughs> いや、それはね、ほんとね、寅さん、めっちゃ大切だと思う。うん なんかよくぞそこを踏み込んでくれましたっていうぐらいやっぱこう一般の人がそれについて勉強するのとさやっぱこうバーで店主やってる方がめちゃくちゃ身近じゃん、うん、身近にお酒がある人がで振る舞う立場の人がそういうのを勉強するっていうのはいやめちゃくちゃ健康のためには本当大切だからめっちゃ素晴らしいなと思う。 いや、でもそう、そうだといいし、うん、まあ、それこそね、あやっぱ、なんか、依存症者になりやすい傾向とか、うん、まあ、とかも調べてて、やっぱ、 例えばまあお酒がやっぱ強い人の方がなっちゃうとかそそうなそう,そうやっぱあのすぐ酔っ払っちゃう人っていうのはなんかそ,そんなにお酒飲まずに済むからだからそうすぐなんかお酒強い人で、うん、なんか今回毎回命酊してるなみたいな人とかは注意したいし、うん、注目しておきたいし、うん、まあそれこそみえ、うん、さんが言ってくれたみたいにご飯をを勧めるみたいな、ね、あれねすごい。ご飯 そうとりあえずご飯をそはすご、うんを好きっぱらはダメよみたいなの、うん、なんかあんまね重いテンションで言い過ぎても向こうに警戒されるだけだからうん、うん、そこら辺はね隠すようになっちゃうから、ね、うんまああとアルコール依存にはまるのがダメ人間だみたいな風潮はほんと断固うん、うん、それは違うようていう,そうだ、ね、やっぱ、うん、でもなんかねもう僕が今42歳だからやっぱこの世代、うん 以上の人はなんかすり込まれちゃってる気がする。そう、ねね、怠けだとか、ね。そう、やっぱ依存症もそうだし、う、ま、つ、あ、とかも、んなんか弱い人間がなるっていう、うんなんかすり込み、自分も結果それがちょっとあったから、最近もね、あの、サカナクションのロカルの方がその、その、ね、インタビュー記事でも、まあ、それでちょっとやっぱ、最初そう思っちゃってたっていうのを書いてて、 そ,うだからそこをねどう,どうにか別に弱いからなんかうまくいかないからそっちに陥ったとかじゃなくて別の理由、うん、いろんな可能性があるってことだけなんか私は逆でこう、うん、弱いんじゃなくてむしろ耐える力があるからそうなるんだろうなとう、ね、耐えられるから耐えて耐えて爆発して、うん、それでも周りに話せないというか。うんうん あふれた先にお酒でごまかすみたいな感じになっちゃうんだなと。だから弱いわけではないんだと。あとね、もう一点ね、うん、話したいのが、はい、これ、トラさんも私も共通してて、うん、私の周りにも多いのが、うん、あの、支える人のメンタルケアってめっちゃ重要だよねっていうのを話したかったの。 何かそれって依存症とか、はい、まあだけじゃなくても、うん、まあ精神疾患を支える人とか介護として支えるとか子供を支える親とかいろんな立場があってやっぱこう支える側って、うん、なんかこうちゃんとしてなきゃみたいな、うん、自分がしっかりしてなきゃみたいな立場になりやすいからうん、うん、でもねめちゃくちゃ疲弊してるのよ本当は。 だかからなんかこう面倒を見てる側が自分自身をさっきの私の「なんかこうあなたはどうしたいんですか?」ってそれ「愛視点」っていうんだけど私の視点愛視点が抜けちゃういがちになりやすくてだから私は何をしていきたいかなとかプライベートとかで私はどうしたら楽しいかなとか私はこのことに対してどう思うかなっていう距離の向き合い方を。 なんか「愛してん」っていう一つの言葉で何,何回もこう自分に自分を取り戻すというかねうん、うん、したりやっぱその自分が結構相手のなんかこう背負っちゃうみたいな感覚になりやすいから問題とかうん、うん、それを下ろせる場所っていうのがめちゃくちゃ大事じゃないかなっていうのはなんかこう支える側 支支える人を支える人、うん、なるる人人をななほど、ね、<laughs> なんかそれでさ人って回っていくみたいな、うん、<laughs> <laughs> 誰かが支えるばっかりだとその人潰れちゃうからその人を支える場面っていうのも必要だよねみたいなのはめっちゃ思っててだからこれを聞いてるなんかこう俺は割となんか人の面倒見がよくてなんかこう支える側なんだよなみたいな人こそ、うん、自分をめちゃくちゃなんか大切に。 扱う時間を作ってほしいなみたいな。のはね、ちょっと思ったりしました。そ,そうだね。んなんか例えば、まあ、あの、まあ、依存症、しっかり、例えば、まあ、パートナーで。うんうん、まあ、どっちかが、まあ、ちょっと病気や怪我とかして、うんうん、まあ、そのサポートをしてた時に。うんうん、そのサポートしてる側の人に会った時に。うん、どう最近彼の調子はって。言っちゃいがちだけど、どっちか、その。うん むしろそ,のそっちもまあ気にはなるとして、うん、その支えてる側に対してどう先は、うん、って言ってあげる側になりたいよね。そめっちゃ大事ですねねつ、うんうん、ついいか言いがちだもんね。そうねやっぱそれこそお子さんがちょっと今風邪ひいててみたいなの聞くと「うん、大丈夫調子どう?」みたいになってるけど、うん、まあやっぱケアしてるお母さんお父さんのほうもねう。あなたも大丈夫や休めてるっていうふうに。うん みんなやっぱり生生きて人生があるからそれはすごいいいろいろ見てて思うんかだからまあねこういう話ちょっとうちの配信だとしがちですみんなもうちょっと明るい話してよって人もいるかもしれないけどなんか俺も話しててそうだよなってなる時もあるし、うん、聞くと、まあ、そういうそうそういう視線も必要だよなって、うん、なんかちょっと気づきが。 あるとねあの嬉しいしもうほんと市議のやつとか聞いててめっちゃ思う時あったよなんか全然、ね、違う話だけどまあ、うん、その誰かにアドバイスした時に、うん、響かなくて他の人が全く同じアドバイスをした時にそっちが響いてて、うん、いや私もそれ言ったんだけどなっていう時に <laughs> <laughs> そ,うそういうの聞いてても,そうもうめっちゃあると思って。 じゃあその人に響いてもらう側の人間になりてえなみたいなそういうのとかを考えたり、えー、あとやっぱ「えこれ私だけなのかな?」みたいな、えー、なんかこんなうじうじしてんのみたいな時に<ー>同じようなことをどっかで聞くと「ああよかった俺」以外にもこの思いしてる人いるみたいな共感が得れるのはねうれしいましょう やっぱ結構類友だから。うない、なんか支える側が多くない。あ、確かに多い多い。そう、でも、なんか、みんな頑張ってるよっていう。頑張ってました。そう。その立場でも。でも、頑張ってる。もう、生きてるだけで偉い。偉いよ。偉い。なん、なん、なん。 そんなねそんな話のあとですがみんな偉いよっていうことで市議からの提案でね何か何するって依存症の話とかしたいねとかそういう話をしてる中で僕はもちろん市議の歌好きなんですけどサブスクで上がってる歌も何曲あるけど全部ではないのでそしたら市議からの提案でギター持ってきましょうかって言われて。 <laughs> なんとなんと贅沢な生演奏。いとしのトラに。やったね。<laughs> えっと僕がなんか好きな歌聞かれて五曲くらいあげたらこの曲をね、はい、選んでくれまして歌わせていただきます。はい、トラさんの好きな詩気、はい、で週末時計という曲を。あ、好き。きします。聞いてください。ありがとう。<music> 仕組みに入っといて、会員様。いやいい歌。ありがとうございました。ああ、お酒飲んで歌うことがほぼないから、思ったより大丈夫だった。うん。いやまっちり。ありがとうございます。いやだからそうシリーって感じがする。では、短い時間でしたが、あっという間でしたね。はい。この続きはねトラスカで。 念願のみえさんと <laughs> <laughs> そんな試技から何か告知はありますか告知ですね、うん、ちょっと当分ライブがなくて、うん、なので皆さん新曲をお届けを楽しみに待っていただきたいのと、うん、あとこの間、えっと「逃げろ」という曲を YouTube の方で限定で出したのでぜひそちら最新バージョンの試技を 聞いてい,ただきたい,いやいんとに大好きですホント寅さんからお褒めのライ n が来ました <laughs> そんな <laughs> そんな恐れ多いわいや好きだわって言っただけだけど,どあとはポッドキャストですねポ、うん、ッドキャストも再開したのでよかったら聞いてください、うん、そんな感じですはい ね、苦しみから逃げるなから逃げろになったんだ逃げるとこから逃げろ。そう逃げるところだった、ね、<laughs> 無理はしないでっていうことでねはい。で、ちょっとこの配信の翌日にあのスポティファイ限定ですが、はい、あの市議のあのスポティファイで配信されてる曲を何曲かちょっと紹介するというのもやりますのでぜひそちらも ご視聴ください。お願いしまはい。あとあの藤山ねの余すことなくにシギがフラット出てますたまに。本当にフラット出てるよね。本当どうでもいい話しかしてない。そうそうそう。シギが何者かとか特に説明しないんだな。いつも思いながら聞いそう。雑な扱いで。私たちの仲良しの藤山ねとね。はい。美香美香も呼びたいんだよね。ね。ね美香と美香とはこの間一回写真飲みしたから。そう楽しかった。 え、そんなしてないの？そんなにしてないよ。そうなんだ、意外。そうなんだ。そう,んだそう。いやいや、ちょっとね、えー、最近あんまりそう時間が取れないことを言い訳にしちゃって言うか、ちょっとま、えー、たみかも飲みましょう、ねね。みんなで飲みましょう。<laughs> はい、飲みましょう。このコーナーあの最後はえっ、ー、と、ね、トラの好きな人は私だよとかしぎだよとか言うって感じで終わらしてるんですが、いいですか？すはい。いいトラの好きな人は？